テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の一谷奈々です。この番組はテゲバことテゲバジャーロ宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階宮崎サンシャイン FM オープンスタジオから生放送でお送りしているんですが、何事、今日はすごいたくさんの人が観覧に来ております。ありがとうございます。もうみんなスタバ飲んじゃってね、美味しいですか？まあぜひ60分お付き合いください。さあということで本日もこの方にサポートに来ていただいております。自己紹介お願いします。鈴木です、お願いします。よろしくお願いします。圧がすごい。みんなさ、この番組の観覧の方々近いですよね、すごい。いや今日今日やたらなんか前に攻めて、だいたい座るじゃないですか。うん、ベンチに座ってらっしゃる方が多いですよね。圧がすごいです。なんかあの私、ね、ピンクのマスクされてる方とか圧すごいですよね。もういやいやいや、でも私お昼の組もね担当させていただいてるんですけど、あの、まあ、スタバ飲んでるピンクのマスクの人、圧がすごいです。ほんといや、いい笑顔ですね。バレるんじゃないですか、もう圧でガラスが。みんなめちゃめちゃ楽しそうですね。いや本当に昼に比べるとこの番組のサポーターさんたちやっぱ前に前に観覧していただいて、まあ、自由ですからね。熱気がすごいですね。まあ、嬉しいことです。あの私鈴木さんの噂を聞きまして、宮崎大学で。噂っすか。はい、なんかやめてもらっていいですか。いや私一応まだ学生なんですよ、大学に来てまして。そうなんです。学校に行ったんです昨日。何年生ですか。4年なんですけど、一つ単位を取りこぼしてるのがあって、えそれをクリアしないと卒業できんっていうのがあって、え3年生には紛れて、そう私一つ受けてるんですよ。必修単位、必修を落としてる、必修科目、必修科目を落としてて、したらまあ3年生がいるじゃないですか。で私3年生と全然面識ないんですけど、怖いなんか話しかけられて、でそのテゲバのスタジアム DJ してますよねみたいな。有名人じゃないですか。で話を聞いてみたら、その方は単勝ゼミの、まあ、メンバーだったわけですよ。単勝ゼミといったらやっぱりね、宮崎大学のテゲバ応援ゼミとして有名ですけど、でその子がもうジュンさんにはすごいお世話になってて、なんだそれって言ってて、えジュンさんってジュンさんみたいな。私ジュンさんってあんまり呼んだことないから分からなかったんですけど。分かった、分かりました。鈴木さんのことをね絶賛してましたよ。それあれじゃないですか、でもサッカーやってる子じゃないですか。まあだからそんなことないよって一応言ってきました。はい今日で卒業です。やめてください、今後ともよろしくお願いします。まあそんな単勝ゼミがね土曜日にあのファンミーティングもするみたいなので、その詳細はまた番組の中で後ほどご紹介したいと思います。さあということで、この番組ではテゲバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージもお待ちしております。宛先はrequest@sanfm.co.jp、 サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージをお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またツイッターではハッシュタグテゲバをつけてつぶやいてください。あの本日もねオープニングからたくさんつぶやいていただいておりまして、観覧の様子をね写真に撮ってくださっている方もいらっしゃったり、あピンクのマスクの方じゃないですか、それ私のことけというつぶやきもありますけど、どうですかね。どうですか。は、まあ、たくさん本日もつぶやいていただいております。あの面白いツイートとかね、あの番組内でも拾っていきたいと思いますので、どんどんつぶやいてください。そしてツイッター限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想へ参加の方は、番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいてください。こちらは番組開始までの参加となります、ご了承ください。ということで本日も60分お付き合いよろしくお願いします。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、この番組はテゲバジャーロ宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社宮古シティ有限会社コギトの提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル0120-786-640、悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバー。
たちが帰ってきたくなる街へ、新富町はヘゲバジャーロ宮崎を応援しています。Tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、ここからは選手を迎えて試合を振り返るテゲバプレイバックのコーナーです。早速本日のゲストプレイヤーに登場していただきましょう。自己紹介お願いします。テゲバジャーの宮崎、背番号37番奥田博樹です。はい、噛んだ。圧がやっぱすごいですね。圧に屈して噛んだという。圧って言っちゃダメですよ、応援ですからね。そうですね。いや、圧ですね今日は。確かになんかパワーをすごい窓から感じますね。はい、今日は奥田選手をお迎えしてお送りします。あの中に誰かがおっくんカメカメって思ってたかもしれないです。その圧が念が通じたみたいな。そうですね、一言目からね。どういう60分になるのか皆さんお楽しみに。さあ、ということでですね、本日の1曲目予想から振り返っていきましょう。今日はテレサテンの時の流れに身を任せでございました。たくさんね1曲目予想していただいていましたが、残念ながら正解者の方がいらっしゃらない。そしてなんか、なんでみたいな感じのリアクションもねツイッター上ではすごい言われてますけれども、はい、ちなみに今日何の日か奥田選手ご存知ですか？明日がポッキーの日です。まあそれはそうなんですけど、はい、今日何の日かご存知ですか？イート？わあ、イートの日。はい、ちょ、可愛かったですね、今ね。どうですか今の宮崎弁っすか？ねえ、そうでもなんかうなずいて宮崎弁。博多とかじゃないの？なんとか島って。え、でもそれイートとかは言いますよ、宮崎も。言いますよね。うん。まあ、全然いい等の日じゃないんですけど、今日はトイレの日ということで、あのトイレと、え、と、い、な、なんでですか？なんで？トイレができた日ですか？と、とと、イレブンですよね、かな。で、なんでテレサテンなんですか？なんでだと思いますか？トイレといえばテレサテン。トイレといえば、トイレといえばやっぱり水が流れるというところで、ちょっとね、お食事中の方は申し訳ないんですが、まあ、流れるというところと、まあ、テゲバが今6戦負けなしでいい流れが来ているというところでこの曲だったんですが、誰も納得いってないですよ。はい、分からへんわって言ってますね、これ。怒ってますね、はい、ちょっとディレクターに言ってください、私決めてないんで。まあでもそんな安くねえぞっていうことですよ。いや、これは本当、これはね、やっぱ選手のサイン入りのステッカーがかかってますからね。こっちもスタッフ自腹でやってるんで、すいません。さあ、ということでまた来週もぜひ予想よろしくお願いします。ということでお待たせいたしました、テゲバプレイバック参りましょう。本日は11月6日に行われた明治安田生命 J3 リーグ第32節テゲバジャーロ宮崎対 FC ギフトの試合をプレイバックします。スターティングメンバーはゴールキーパー石井、ディフェンダー奥田博樹、奥田雄大、大新保、ミッドフィルダー徳永、小野寺、下沢、大熊、フォワード橋本、北村でした。前節はホームで首位いわき FC を1対0で破り、5戦負けなしと好調をキープ。奥田博樹選手は今節も右サイドバックでスタメン出場、正確なクロスでチャンスを演出し、無尽蔵のスタミナで攻守にわたってチームの好調を支えます。さあ、ということで奥田選手、はい、試合前のご自身のコンディションはいかがでしたか？そうですね、コンディションは、はい、非常に良かったです。チームの雰囲気とか奥田選手から見ていかがでしたか？そうですね、こう強い手袋馬が戻ってきたかなっていうところで、うん、先週の先々週ですか、いわき戦でも、はい、ああやってこう相手ペースで苦しい中でも勝ち切れるっていう、ところ、粘り強さ、ゴール前での粘り強さとか、
体を張るっていうところは敵ばらしだと思うので、はい、その辺がやっぱり戻ってきて、ああいう難しい試合を勝ち切れたっていうので、チームの雰囲気もいい雰囲気だった。うん、そのいい雰囲気の中で突入した、この試合でございます。振り返っていきましょう。開始から押し気味に試合を進めるテゲバ、すると前半の20分、右サイドの奥田浩樹選手の素晴らしいクロスに頭で合わせたのは北村選手、見事な連携でのゴールが決まり先制します。さあ、これはやっぱり何といっても奥田選手のクロスもね、素晴らしかったですけれども、これはこう練習通り、イメージ通りのゴールだったんですか？そうですね、イメージ通りすぎてびっくりしましたね、はい、日頃からやっぱり練習してた？そうですね、キーパーとディフェンスの間に速いボールで、はい、飛び込んでちょっと触るだけで入るボールっていうのは、チームとしても狙ってますし、練習してる部分だったので、北村選手がすごいいいヘディングで飛び込んでくれたので、はい、あれは北村選手とこうアイコンタクトを取ってたとかがあるんですか？それとも来てくれるだろうって信じて蹴るんですか？でもなんかその入る前に一回ちょっと多分こう下がったというか感じがあって、そこからでも入ってくるなっていう感じが分かったんで、で多分北村選手も多分ここに走れば来るなっていうのは思ったと思うんで。なるほど、はい、鈴木さんいかがでしたか、このゴールは？そうですね、起きてますか？大丈夫ですか？起きてますか？いや今目開いてました？開いてますよ。なんやめてくださいよ、なんかそのなんかその人をいじるみたいな。わかりました、わかりました。お願いします。どうでしたかこのゴールは？そうですねクロスが良かったんじゃないかなっていう、なんかあんま本人の前で言うのもあれなんであれですけど、本人の前でいっぱい褒めてください。まあでもやっぱあそこに速いボールっていうのがポイントかなと思いますけど、でやっぱニアに1人、今回北村選手でしたけど、あそこに行くことによってやっぱそこでチャンスは結構生まれやすいので、仮にあれが北村選手のところじゃなくても、あえて北村選手がニアに行くことでファーとかミドルの選手がフリーになったりとか、そこにドンピシャで来たりはするので、ただ今回はニアでしっかり点と点で合わせて、北村選手もなんからしいゴールというか、飛び込んでいきましたね。体を投げ出してっていうのは、ギリギリのところに行くのが僕の持ち味ですって毎回言ってたので、まさにそれが出てくださって実を結んだゴールかなっていう。でも本当クロスがいいところに速いボールで行ったので、ナイスボールでしたね。ナイスボール、ナイスゴール、ありがとうございます。北村選手もね、クロスを上げてくれたひろきくんのボールがすごかったっていうね、インタビューで答えてましたけれども、ここからいい流れでゲームが進むかと思われましたが、前半38分、中盤でバランスを取っていた小野寺選手が負傷によるアクシデントで交代。小野寺選手の代わりに入ったのは怪我から4試合ぶりに復帰した岡田選手。そして前半をこのまま1対0で終えたいところでしたが、終了間際に相手のプレスにボールを奪われてしまい、そのまま失点、前半を1対1で折り返します。さあ前半振り返ってみていかがですか？そうですね、先制、幸先よく先制はできたんですけど、こう相手はスローペースが得意なチームで、テンポを上げたくないっていう中で、こっちはテンポを上げたいんですけど、やっぱり技術とかも高くて、ポジションの噛み合わせとかも相手がフォーメーションをちょっと可変させて変えてきたりしてたので、ちょっとそのうまく守備がはまらないところもあったんですけど、このまま前半は 1-0 で終わればなと思ったんですけど、ちょっと不用意な失点があったっていうところで、けどこれは別に奪われた選手が悪いんじゃなくて、チームとしてやっぱりあの時間帯はあそこでつなぐべきではなかったと思いますし、周りの選手もその相手が来てるって声かけるべきでしたし、ハーフタイムの時に全然悪くないよっていう話をしながら、気にする必要ないっていう話をしながら、あの場面はしっかり声をかけて、終了間際だったから、次はもう少し安全なプレーをしようっていう話をして、折り返しました。で、ハーフタイムでこうお互いのフォローとかもし合ってしたんですね。はい、なので悪い雰囲気では全然なかったです。鈴木さん、前半ご覧になっていかがでしたか？ほぼほぼその通りだなと思いますし、終わり方というか前半の締め方っていうところで、前半戦の岐阜戦でも前半終了間際に失点をしているっていうのがちょっと僕は脳裏に思い出したというか、
あれから岐阜が勢いに乗って後半盛り返して逆転負けされてたっていうのがあったので、まあ、やっぱそこの締め方っていうのはすごい大事なとは、 1-0 で終わるのと1対1で終わるっていうのだと結構運命の差にはなるかなっていう、まあ、ただ逆に追いつかれたら、まあ、もうあとは突き放すしかないので、逆にいい意味で後半ギアが上がっていってくれるんじゃないかなとは思いました、うんうん、はい、ありがとうございます。後半に入り両チームとも膠着した時間帯が続きますが、徐々に岐阜のペースへ、手際はしぶとく守ります。流れを変えたい手際は73分に、北村選手下沢選手に代わり園田選手内園選手がピッチへ。どちらが勝ち越しとなるゴールを決めれるのか、一進一退の攻防が続きます。この時間帯は奥田選手どのようなことを考えてプレーしていましたか？そうですね、やっぱなかなか自分たちのペースにならないなっていうところはこうあったんですけど、まあ、そういう難しい試合でもこう失点せずに我慢して、まあ、チャンスをものにするっていうところが今こうできてるのが強さだと思う、まあ、前半戦はこう耐えるとこしっかり耐えれなくてこうあの失点したりとかしてこうずるずるいってたんですけど、まあ、今は選手同士もあのすごいあのコミュニケーション取れて、まあ、こういう時にあの、まあ耐えるぞっていうかあのこういう時間帯もあるよっていう風に割り切ってできてる部分があるので、まあ、そういう中でこう選手交代をしてもらってこう流れも変わってきたのかなっていう、うんうん、はい、75分には橋本選手が右からクロスをペナルティエリア内でトラップ、放ったシュートは惜しくもキーパーに止められます。岡田選手も得意の左サイドから何度かチャンスを作ります。すると88分でした。岡田選手が左から仕掛けて中に切れ込むと得意の角度から放ったシュートが見事決まって勝ち越し、手際のエースが見事復帰戦でゴールを決めてくれます。岡田選手がやってくれましたね、はい、このゴールはご覧になっていかがでしたか？そうですね、もうみんなで岡田選手のところに行ってみんなでありがとうって言ってますありがとうって言ってたんですね。ありがとう、助かるわってみんなで言ってました、はい、いや、まあ、本当にさすが、うん、あのエースだなと思います。はい、はい、鈴木さん、このもう後半も、ね、残りわずかというところでのゴールでしたけれども、どうでしたか？そうですね、まあいい時間に取ったなっていうところと、うん、まあ、本当どっちに転ぶかわからない試合だった中で、はい、まあ、大熊選手の縦へのフィードから、うん、まあ、橋本選手はうまく園田選手が前向きでトップスピード乗れるような胸トラの落としをして、うん、まあ、フリーの岡田選手に、まあ、ちょっとディフェンスに引っ張られたりはしましたけど、はい、まあそこで倒れて多分ファウルもらうこともできたと思うんですけど、そのまま続けたことによってやっぱああやってチャンスが開けたかなと思うので、うん、あとはまあ岡田選手の得意なコースというかあのゾーンに入ったので、うん、はい、まあ、あとはもう本当に流し込んで決めてくれるだろうと思ったら本当に決めてくれたので、まあ、都城もみんなありがとうって言ってました、ね、お客さんがみんな今ありがとうって思ってた、そんな感じだった、ありがとうゴールでしたねしっかり岡田選手まで繋いだゴールをね決めてくれ、ボールを決めてくれました、勝ち越しに成功した手際は残り時間がわずかになったところで藤竹選手、高橋選手を投入、アディショナル3分も集中し最後まで戦い抜いた手際、試合は2対1で終了。ホームで敗れた岐阜相手に見事勝利を挙げ、これで6戦負けなしとなりました。さあ奥田選手、この試合全体振り返っていただけますか？どうでしたか？そうですね、この試合もやっぱりこう自分たちがもっと主導権を握りたかったんですけど、まあ、なかなかこう相手とのこうペースの奪い合いというか、やっぱりテンポが向こうはスローペースで試合を、まあ、ベテランの選手も多くてスローペースで進めながらやっぱり技術や経験で相手を上回りたいっていうチームと、まあ、うちはあの今やっぱり相手よりも走り勝つっていうところで、あの速いテンポであのやっていきたいっていう中でこうペースの握り合いをしていた中で、まあ、なかなかこう主導権は完全に握れきれなかったなっていうところはあるんですけど、まあ、ただこういう試合をやっぱりこうやっぱり前半のあの時間失点するっていうのはやっぱり正直良くなくて、まあ、なかなかあそこから勝ち切るっていうのは難しいんですけど、まあ、こういう、こういわき戦も続いてやっぱりこう簡単じゃない試合をこう勝ち切れてるっていうところがあの今のこう手際のあの好調を表しているのかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。鈴木さんはね、先ほどもおっしゃってましたけどパブリックビューイングの会場からの応援だったと思うんですけれども、この試合全体見ていかがでしたか？
まあ、あのパブリックビューイングの会場で、はい、渋選手がけん玉は成功したそんなことがあってたんですね、まあ、それが全てかなと思いますあれあの帰りのバスで選手見たんですけどみんな爆笑してましたなんやねんこれ何してんねんこいつ多分奥田選手のクロスより盛り上がってました、ね、うん、おかしいなおかしいなわーってもうなんか渋選手がみんなお腹から声出してあのドヤ顔がちょっと止まらなかったですねいやでも見事だったからね、はい、うん、子供たちが決めるにクイズやってて丸か×かで子供たちが決めるっていうのにみんな言ってて子供たちが下にしっかり答えるけん玉どこにいてもやっぱ渋選手はこう決めてくれるヒーローなんですねありがとうございます試合でしたどういう試合どんな試合だったんだろういやいや、まあ、そんな冗談はあれですけどもやっぱしっかり、うん、ああいう試合も勝ち切るっていうところはまあ前半戦苦しい、うん、なんですかねあの試合が続いたところからの反省とかもしっかり生かした結果だとは思うので、まあ、残り2試合、まあ、まずは山鹿戦に向けて、はい、選手たちが頑張ってくれるんじゃないかなと思います、はい、そうですね、ということで次節はいよいよ今季最後ホーム戦でございます。相手は J2 昇格を目指す松本山鹿 FC です。奥田選手ぜひ熱い意気込みを聞かせてくださいそうですね、相手はやっぱりこう J2 昇格かかってきて本当にこう人生かけてやってくると思うんですけど、まあ、僕らも本当にサッカーができるのが当たり前じゃないっていうところを本当に毎日かみしめてやってますし、まあ残り2試合で2連勝できれば負けと勝利をイーブンにすることができるんで、何としても僕たちもやっぱり負け越してシーズン絶対終わりたくないんで、あとはやっぱりホームっていうところで、まあ、サポーターの皆さんに喜んでもらいたいんで、まあ、必ず勝つっていう意気込みは向こうに負けてないと思うんで、あとはホームでたくさんの方に来ていただいて後押しをしていただければなと思います。はい、ありがとうございます、宮崎の皆さん、いよいよ今季ユニスタでのラストゲーム、ぜひスタジアムへ足を運んでテゲバへの全力応援をよろしくお願いします。以上テゲバプレイバックでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。いい先が会えば心も軽く、シュマスマです。友達の街、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバ。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。テゲバフェイス。全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、ここからはテゲバフェイスお送りしていきます。今日すごい観覧の方いらっしゃるじゃないですか。はい、なんとメールもすごいことになってまして、統計祝日ですか今日いや本当平日とは思えないというかね、すごいありがたいですね。ありがたいですね、はい、メールも本当にどっさり来ておりまして、どんどんご紹介していきたいと思います。ラジオネームチャボさんからいただいております。ありがとうございます。こんばんは、今日のラジオはおっくん行きたいとめっちゃ思ったけど、今日は悲しいことに21時半まで仕事、 YouTube のアーカイブ待っています。奥田推しになり約2年、家族での共通の話題も増え実家新富に帰ることも多くなり、いいこと尽くしです。ホームあと1回、アウェーあと1回、ファン感全力で楽しみます。おっくん最高、大好きですといただいております。嬉しいですね。もうラブレターすごいですね。愛の告白の番組感も。もうこれだって家族仲をね深めてますからね、奥田選手が、はい、
家族の潤滑油ってことですね。いや全然ハマってないな。なるほど。鈴木さんに全然ハマってないな。潤滑油ね、はい、ちょっと名言っぽいのはいっぱい言っていただいて。奥田ですって。どこに？あ、ご家族にですか。家族の潤滑油にさせてくださいって。お前を潤滑油にさせんって。なんじゃそりゃ。厳しい。どんどんいきます。ラジオネーム正則担いだ金太郎さんからいただいております。こんばんは、いつもはツイッターで楽しませてもらっていますが、今日は初めてメッセージを送らせていただきます。すごい、初メッセージです。とうとう次節ホーム最終戦ですね。相手は松本山雅 FC、 強敵です。なかなかユニスタに行けずでしたが、ホーム最終戦はユニスタに行けます。ゴール裏で声出しをします。相手サポーターさんもすごい数が予想されますが、そんなの慣れっこのテゲバサポーターだと思います。なんでや。自虐さ。みんなで盛り上げて楽しみましょう。長くなりましたが、最後に奥田博樹選手へアシスト&クリーンシート頼みます。最高の笑顔をユニスタで見せてください。いただいております。おお、頑張るしかないですね。はい、もうみんながね、奥田選手に期待してますね。次いきます。ラジオネームマラチューさんからいただいております。マラチュー、マラチューかな、マラ、ま、ま、マラチュー、マラチューさん、奥田選手こんばんは。まあ、テゲバの中でも兄貴分な奥田選手にお聞きしたいのですが、今のテゲバが好調な要因をどう思われますか。そうです、なんか鈴木さんがすごい訂正して上がってるんですけど。どやっぱ気になりました。あ、兄貴っすか。僕も気になりました。あれ、そういう自覚はないんですか。はい、あのだいぶ後輩からタメ口ばっかり使われてるんですけど。あら、はい、鈴木さんから見ても兄貴分ではない。兄貴分、兄貴分とはまた違うんじゃないですか。どういう印象ですか、鈴木さんから見て奥田選手ってどんな感じ。ファン感の人。やばい。本領発揮がもうじゃあ目前ですね。ファン感頑張ってくれる人。やばいや、私はまだあのハードル上がってるやん。ファン感未参加なんで、今年初めてなので。ファン館のだってちゃんと運営とか手伝ってくれますもん。あ、ありがとうございます、はい、事前打ち合わせ、打ち合わせから参加してくださるんですか。去年やったよね。もう去年も鈴木さんと何回もやって うちで飯食いながらやったよね。はい、うわ、でも終わりかなと思ったら今年も実行委員長任命されました。実行委員が一応あるんですね。あります、委員会が。え、奥田選手他にもいるんですか。僕が委員長で、はい、補佐が選手会長の下澤さん選手が。はい、下澤選手と、じゃあお二人が実行委員会。そうですね、うん、下澤選手がやる前と僕思ってたんですけど。はい、じゃあ そうはさせねえと、はい、実行委員長から今年のファン感についてもぜひちょっと意気込み聞いときたいですね。みんな楽しみにしてますよ。もうファン感は今ちょっと計画してて、まだ発表したらあかんすか。内容はまだ発表多分できない。時間は今日発表になってますよね。こんな感じだよみたいな。こんな感じですか。去年は選手のさ、そうですね、運動会的な、運動会とプレゼント、はい、と、うん、出し物だったと思うんですけど、うん、出し物アンダー25の出し物はありますし、なのでまああの去年同様楽しんでもらえたらっていうのと、あとプレゼント抽選会もあるんで、あの私物選手の、はい、私物が当たります。いいですね。なのであの楽しみにしてもう一個、まあ、本題はまあ固まってからでいいんじゃないですか。そうですね、本題はまたあのテーマが去年は運動会だったんですけど、今年はテーマが違うんで。あ、そうなんですね、はい、まあ言うと11月23日水曜日にちなんだテーマでいくんで、まあ、楽しみにしておいてください、はい。勤労感謝の日ということで、ちょっと皆さん楽しみに。時間が13時30分、半間ですからね。でしたね、はい、勤労感謝にかけて感謝で、うん、はい、はい、ぜひぜひユニスタで入場無料となってます。よろしくお願いします。そして、メール実は続きが ございまして、また今週末はホーム最終戦です。ゴール裏から松本山雅の声援に負けずちゃんと歌いますので、一緒に戦い、テゲバが得意とする空気を読まない上位締めをやっちゃいましょうといただいておりました。そういえばあの
兄貴分に釣られてすごい話がそれてたんですけど今のテゲバが好調な要因をどう思われますかという質問だったんですが、奥田選手、まあ、もうシーズンも終盤ですけれども、そうですね、やっぱりこう年間通してこう積み上げてきたものが実ってきてるっていう風にも思いますし、あとはそのやっぱり去年までもあったこう粘り強さだったりとか、あとはこう相手よりチームより走るっていうところで、うん、練習強度もかなり上がってますし、昨日も2ブレンでハマトレもやって、多分この終盤で2ブレンでハマトレぐらいの強度やるチームはなかなかいないのかなと思うんで、そういうテゲバらしいこう泥臭であったりとか、うん、体を張って粘り強く戦うとか相手より走るっていうところができてきたっていうのと、まあ、そういう積み上げてきたものが成果になってるんじゃないかなと思います。まあ、今6戦負けなしということですけれども、はい、奥田選手スタメン出場してから6試合負けなし、もしかしたら要因は奥田選手にもあるんじゃないかということで、どうですかご自身で。めっちゃコメントしづらいまあそうですね、まあけどそう言ってもらえるんであれば、まあ、非常に嬉しいですし、まあ、自分の良さだったりとか、あとはこうそういうチームの勝つ流れであったりとか、そういうところはこう意識してますし、うん、まあ、兄貴分ではないんですけど、やっぱりベテランなのでそういうこうチームの状況だったり試合の流れっていうのをこう若手たちに伝えたりとか、若手たちがこう伸び伸びできるようにっていうのは考えてやってます。じゃあ後輩にもいろいろ教えながら日頃から取り組まれているということですね。じゃ続いてラジオネームルーシーさんからいただいております。ありがとうございます。おっくん、ななちゃん、じゅんじさん、こんばんは。こんばんは。おっくんはいろんなケアにとても気をつけていらっしゃいますが、最近のおすすめは何ですか？ケアですか？気をつけてらっしゃるんですか？ケアですか？はい、多分なんですかそれ、脱毛とかそっち系のやつですか？多分、はい、そうですよね。そうですね。最近のおすすめあります？最近ですか、この前なんか酵素パックっていうの初めてやったんですけど、肌がツルツルになってよかったです。女性陣の皆様どうぞ。あ、はい、見たストーリーで見ました。私見ますか？載せてましたよね。はい、あれいいんですか？どうなるんですか？肌がツルツルになるらしいです。あとめっちゃ黒いじゃないですか、ちょっと白くなったらしいです。あ、トーンアップもする。はい。いいですね。美白ってこと？美白にもなるらしいです。やっぱじゃあ日焼け止めとかもちゃんと塗られてるんですか？いや、日焼け止めめちゃめちゃ塗ってるんですけど、はい、塗ってるよね、なんか夏とかね。あ、みんな真っ白って言われるぐらい塗ってるんですけど黒くなって、なんか、はい、まあ、有名なところも使って CM でも絶対に焼かないって言ってやってるのに絶対焼けるやんと思いながら毎日塗ってるんですけど、はい、そんなじゃあ奥田選手がいいっていう日焼け止めがあったらまた番組で教えてほしいですね。絶対焼けないですもんね、そんなのね。焼けないって CM やってるんですけどまあ見ての通り絶対に焼けてるよなって、はい、ちょっとまあ検証してください、はい、続いてラジオネームキーちゃんパパからいただいております。キーちゃんパパさん、ありがとうございます。ナナちゃん、鈴木さん、奥田選手、こんばんは。今年から家族でテゲバにハマっています。今年からありがとうございます。先日の岐阜戦お疲れ様でした。都城で応援しました。見事な逆転勝利、しびれました。今年から小学1年生の息子がサッカーを始めて、奥田選手のように正確なキックを蹴るにはどのように練習をしたらいいですか？息子がいつか奥田選手のパスをゴールして、息子が憧れる工藤選手のようなサッカー選手になってほしいなと思っています。僕のパスゴールするんですか？僕何歳まで現役するんですか？今息子さん小学1年生ということですけど、歳だから最短で12年、はい、42っすね。無理っす。いけなくはないね。無理っす。いや、ちゃんとケアとかそれこそしたら、ね、いや、さっき言ってた顔のケアっすか、ね、はい、ちなみに正確なキックを蹴るにはどのような練習をと。そうですね、これぜひ2人からねアドバイス欲しいですよね。鈴木さんの正確なキック蹴れないんでいやいやいや知ってるでしょ鈴木さんの見解も聞きたいです。でキック、まあなんか人と違ったことやってたといえば、こうゴルフボールのちっちゃいやつのちょっとふわふわみたいな、はい、あれぐらいのボールとかテニスボールとかでこうリフティングとかをして、うん、こうちゃんとこうちっちゃいし芯がやっぱりこうごまかせないんですよ、サッカーのボールと大きいと違って、うんうんうん、だからそういうのでリフティングしたりとか、
あのしてそういうボールのこう芯に当てるっていうところとか、うん、そのフィーリングだったりとか感覚を良くするっていうところでそういうのはかなり他の人と違ってこうやってましたね。それはなんかすごい昔から続けてるですか。最近やってないですけど最近やってないですけど、はい、その学生時代やって、うん、まあ、キックに自信が持つようになったのかな、うんうん、はい、なるほど。鈴木さんありますか。なんで半笑いなんですか。なんか振っていいのかどうなのかなと思って。僕は好きなことをずっとやってきただけなので好きなことをやるのが一番いいんじゃないですかね。いろんなことを、うん、でも本当その通りです、ね、体だけじゃない方がいいと思います。本当に体とかを考えるといろんなスポーツからとかことで、うんうん、なるほど。学ぶので、じゃあと一つだけメールいきましょうかね。ラジオネームセルジオイチゴさんからいただいております。奥田選手に質問です、はい、ユニスタで37番の背番号のサポーターさんをたくさん見るのですが、俺って人気あるっていう自覚はありますか。おっくんの悪い評判まだ聞いたことがないです。最終戦も期待しています。いやちょっと悪意ないですかそれ。いやいやでもほらこんなに今日も来てくださって。いやそうですね、やっぱり嬉しいですね。自覚自覚っすか。はい、自覚はそうですねちょっとありますね。、はい、いやでもねこんなに本当応援してくださってる方いますから伝わっててほしいですよね。ちょっとってことはだいぶあるね。でも後輩から言われますね、なんで奥田ファンあんな多いねみたいな感じで、はい、タメ口でそれこそ言われるんで。鈴木さん今日ずっと騙されてるよみんなって言い続けてますけど、まあ僕は近い存在なんで。まあ、そうですね、悪い、そうですね、悪い評判まだ誰も聞いたことないって。まあやめてくださいよその意味深な感じ。めっちゃなんかあるみたいじゃないですか。まあ、楽しい人だと思いますけどね。いや棒読み。さっきそこでつまずきかけてましたけど。いえいえ、それ関係あります、性格。でも、ちょっと可愛いな。可愛いところですか、うん、ありがとうございます。そろそろ曲行けっていう感じの振りが出てますので、ちょっとね、曲に行きたいと思うんですが、今回も奥田選手からリクエスト曲を頂いてるということで、はい、すごく私は紹介しづらいんですが、いやなんかこれにしろっつって言ってないんですよ、はい、本当に言われました。私が振るんですか。私がやった方がいい、はい、はい、本当に私は言ってないです。奥田選手のリクエストで1谷7で2度目今お送りした曲は奥田博樹選手が毎日聴いてて大好きな1対7さんで2度寝ですって言えって言わされました。本当にどう思います、鈴木さん。ちょっとズブズブっすね、なんか、そんなラジオもうなんかあれですわ、言ってない。え、だって私今ずっとこの資料を見て作業してましたもんね。だからこれリクエストだからその前から決まってたことね。、はい、今日打ち合わせ来たらこれねって言われました。はい、やばい人って思われる。私がもういろいろあるんですね。怖い、本当にお察しします。生放送なのに。テゲバコネクト参ります。テンポよく行かせていただきます。テンポ上げてみましょう。はい、11月13日日曜日、ホームゲームラストということで、松本山雅 FC との試合ございます。早いな。13時5分キックオフということで、まあ、この日も声出し応援適用試合となっておりますので、声を出したい方々は事前の、お申し込みをよろしくお願いします。さあそしてこの日なんですが、ここでしか食べられないスタジアムグルメの販売というのが実はあるらしくてですね、先ほどホームページにいろいろと上がっていたんですが、見ました、奥田選手。見ました。すごい豪華ですよね、はい、たくさん種類があって、まあ、選手もね、あのこの監修というかちょっと関わっていたり、はい、あとは宮崎大学の生徒さんたちも、関わっていて、円夏商事ホールディングス株式会社様の一緒にやっているということで、限定各、60食、60でしたよね、ちょっと今ちょっと60食ということですので、ちょっとお早めにスタジアムに行って、ぜひこれを機にね食べていただけたらと思います。どれ食べたい。お、確かにたくさんありますよ。なんか綿引きのカツトルティーヤみたいな、
綿引き、あ、バモス、バモス、これだ、バモスコー、バモスコーの勝ちトルティーヤ400円、すごい美味しそうですね本当たくさん種類があって、このタイトルとかもね、多分こだわってつけてると思いますので、ぜひ皆さん食べてみてください。さあ、そしてですね、続いてなんですが、ちょっとここでメールを一つご紹介します。ラジオネームテゲバズール宮崎さんからいただいております。ついに今週末は松本山鹿戦、私はもともと松本サポなのですが、地元宮崎の誇りを胸に戦うクラブが大好きになり、テゲバのサポーターになりました。すごい、完全移籍でいいんですかね、それどうなんですかねこれは完全移籍ですね、それはあ、その日だけとかねえ、ちょっとやめてほしいですよ。まあ、あの読みますね。11月12日土曜日、宮古シティで、あ、私から一つお知らせしてほしいことがあります。12日土曜日、宮古シティにて松本山鹿戦に向けたチラシ配りをサポーター有志で行います。まだまだ参加者募集中ですので、共に戦いたい方の熱い参加表明お待ちしております。よっしゃー、神田やりにくい、本当に。よっしゃー、やり返した。やり返した。何のやり返しですか。ということで、あのポスター、あ、違う違う、チラシを宮古シティで配るということで、あのツイッターの方でもね、募集してるの私も拝見していたんですが、こちらが、11時から13時ということで、今日の23時までこの配るポスター配り、ポスターチラシ配りの人たちを募集してるみたいなので、ちょっとラジオをお聞きの皆さんで土曜日の11時から13時ご都合つく方はですね、ぜひ、あの、ありがたいですね、本当に。はい、チラシ配っていただいて、山鹿戦にね、たくさん人が来てほしいですね。私もちょっと見に来れたら応援に来ようと思います。配りに行ってみようかなと思います。続きまして、ファンミーティングです。ちょっと今日のオープニングでもお話ししたんですが、同じ日ですね、12日土曜日のこちらは14時から16時に、宮崎大学の木花キャンパスで、デゲバ秋のファン祭り in 宮崎大学というものが行われるということで、クイズ大会、ミニサッカーゲームなどの楽しいことが盛りだくさんでございます。今すごい失礼な方いましたよねなんか噛んで、私が私がね、全然、僕はもう、はい、僕も全然優しい目で見守ってたんですけど、はい、観覧車の方がもう爆笑しやってたんでえ、なんか奥田選手が合図したとかですか。いや、やばいやばい、笑えみたいなのやったんですか止まるのやめてくださいこちらちらっと噂聞いたんですけど、本当にたくさんの方がですね、あの申し込みしてくださっているみたいで、ぜひぜひ、そして宮台に行ったらね、あの学食とかも美味しいので、合わせて楽しんでいただけたらと、現役学生よりメッセージでございます。学食美味しいっすよね。美味しいですよ。で、学食食べてみたいっすね。お、ぜひぜひ、うん、誰でもね食べれるんですよ、学生以外でも食べれるんで、はい、おすすめなんですか。なんだろう、トルティーヤあるんですかね。トルティーヤはちょっとスタジアムで食べてほしいんですけど、この前まであったあの担々麺はめっちゃ美味しかったですけど、ね、この前まであったで食べれないじゃん今あるのか分かんないな続きまして、こちら本日情報解禁なんですが、11月23日ファン感謝祭がね、まあ、13時30分からあるんですが、それが終わった後に、ここ宮古シティのアポロの泉にて、テゲバレイディオ J での挑戦公開イベントが決定しました。いつもありがとうございます。こちら宮古シティの49周年の誕生祭企画ということで行われるんですが、ちょっと注意といたしましては、これはですね、イベントでラジオじゃないということで、あの放送はございません。なのでぜひね、ユニスタでファン感皆さん行くと思うんですけど、そのままね、宮古シティに流れていただいて、トークショーみたいな感じですね。よ、そうです、すなわちそういうことです。テゲバの選手もね、ちょっと希望では6人ぐらい来てくんないかなということで、ちょっとどなたがね来てくれるか分かんないんですけれども、あ、来るそうです。アイコンタクト、やばいやばいやばい本当ですか。もうありがとうございます。もう生放送で言うてもうたらってやつじゃないですか、それ。奥田選手、一応意思確認だけ、あ、23日の6時からって空いてますか。空いてます一人かと。ちゃ忙しいな、ファン感の日残り5人実行委員長ですね。ファン感の日忙しい去年もでもここでやったっすからね、公開ラジオというか、うん、またね、このイベントきっとね盛り上がると思うので、まあシーズン終わってからちょっと残り5人誰が来るかは愉快な仲間たちを集めないとね鈴木さんにかかってますからね。鈴木さんのが誰をね、どうします、奥田選手行くなら行かないっていう選手ばっかだったら、え、じゃあもう奥田選手はいいですっていう、やばいさっきの恨んでるやん完全に
そしてちょっとこれは駆け足なんですが、先日あの鈴木さんと一緒にユニスタで私が撮影した出たラブ J リーグご覧になりましたか？ TVer でね、 TVer で今見れます。霜降り明星のせいやさんと EXIT のりんたろーさんがユニスタを見ておーって言っていました。ご覧になりましたか、奥田選手？ちょっとまだ見てないですけどTVer でTVer で見れるんで、はい、頑張りました。マジ駆け足あったからね、あの依頼も、うん、本当に忙しい時にね、本当に石谷奈々さんが全国デビューだっていう告知はいっぱい見ましたなんで見てるんですか？そう、 TVer でね見れます、よかったら見てください。でもうまく編集されてましたね。うん、本当あれ iPhone で撮ったとは思えないぐらいのね、素晴らしい仕上がりとなっておりました。 iPhone SE だから鈴木さんがねこうやって自分のやつで撮ったんです。そしてツイッターの方もねいろいろリアクションいただいてまして、猫さん、今年は何を踊ってくれるのか楽しみ、音符ですって。奥田選手ちょ踊るの確定してるんですかもう楽しい、実行委員長ですからね、要望は言っていただいて、そしてハッシュタグテゲバでパーコさん、そういえば奥田塾は活動されてますか？どうですか？そうですね、岡村大八、渡辺亮、大畑龍也で、今年は藤竹剛ですね。お、うん、藤竹選手がゲストの時になんかおっしゃってましたよね、確かね、活動されている。どんどん移籍していくじゃん、やばいこと言うやん巣立っていって、いい風に巣立っていってるっていう、はい、あ、成長ですね、出世ね、出世してるっていうってことは、はい、どんぐりが出世ちょもうなんかもう 顔やばいことになってるんで、観覧の人たちみんなさっきの圧なくなった急にだいぶ3歩ぐらい引いたんでやめてください、続いて、大ちゃん、岐阜戦でも奥田博樹選手の応援されている方多かったですよって、写真もねついてるんですけど、3人写っててみんな37番のねユニフォーム着て応援されております。嬉しいですね、人気ですね。嫁の代わりに来たよみたいな感じのなんかすごい言われましたね。あ、そうなんですね、はいはい、まあ、ご家族みんなでね応援されているということで、ツイッターの方もねまだまだいただいております、ありがとうございます。メールも一つご紹介しましょうかね。ラジオネーム後輩さんから、私は冬になると鍋が恋しくなり、2日に一度は夜ご飯を鍋にしてしまいます。奥田選手は好きな鍋の種類や具材ありますか？最後がこのメールでしたけど具材、鍋、種類ね。種類ですか？はい、そうですね、ごま、あのスーパーで売ってるごま豆乳鍋、あれすごい美味しいです、あれ美味しいですよね、はい、僕赤から一択なんですけど。あ、赤からも美味しいですね。赤から3番赤からって何？え赤から？赤から赤から知らんすか？え、何鍋ですかそれ？いや、赤から鍋ですよ。うまいですよ。赤から売ってるっすよ、スーパーで。え、おすすめ、僕はおすすめっすよ。え、辛いんですか？3番は、まあ、ぼちぼち甘辛。あ、1番とか2番もあるんですか？7 1 3、お前7、5じゃない、5じゃない7食べろみたいな圧がすごいんですけど。いや、でも3から始めてもらってわかりました。これも鈴木さんに会えたら食べるしかないです ね、 そうですね、しっかりとこの冬私も抑えようと思う。奥田選手に聞いて。奥田選手はなんでそんな嫌い、今日でちょっと強く当たりすぎたかな、怖かった、本当に。あっという間に60分経ちました、エンディングでございます。さあ、ということで、もう今シーズンもね、岡田選手残り2試合となりましたけれども、ぜひ今日お聞きのサポーターさん、お越しになっているサポーターさん、皆さんにメッセージをお願いします。本当にいつも応援ありがとうございます。皆さんとこう前半戦苦しい時期を過ごしたんですけど、まあ、その時も変わらず応援していただいたおかげで、こうやっとこう多くの勝利を最近は見せれてると思うんですけど思うんですけど、本当にラスト2試合、次ホーム最終戦なので、皆さんに必ず勝利を届けられるように、選手今週も気が緩むことなく厳しい練習をして、本当に選手同士でも言い合って高めてるんで、今週週末期待していただければなと思います。
はい、ありがとうございます。今週末でぜひ皆さんユニスタにお越しくださいということで、この番組まもなく終わりとなります。最後はねみんなでテゲバイバイと言って終了なんですけれども、一緒に言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ、また来週です。せーの、テゲバイバイ。